皆さんこんにちは、日比真由乃です。はい、今日はかなやん女子会恋愛トーク、久々に行ってみたいと思います。それでは今日も行ってみよう。始まりました、かなやん女子会恋愛トーク。皆さんお久しぶりです。今回のお題は、どうして彼ができやんの、恋愛につながらない悪い癖を5つ紹介したいと思います。恋愛はしたいけどなかなかいい人が見つからない、出会いはあるんやけどなかなかその先に続かないとかな、まあそういう人もいっぱいおると思うんやけど、そういう人はこんな癖がありませんか？恋愛こじらせ女子、恋愛につながらない悪い癖を紹介したいと思います。その1、恋愛の順番を気にしすぎ。1回目のデートで食事だけ、2回目のデートで手つなぐ、3回目のデートで告白。こんな風に恋愛の順番を決めてしまう。恋愛の仕方は十人十色やし、進展の仕方をなこだわりすぎていると恋愛のチャンスを逃してしまいがちです。その2、すぐに体の関係を持ってしまう。恋愛の順番を気にしすぎるのもダメやけど、すぐに体の関係を持ってしまうのもダメ。自分のことを好きな男の人でも、あ、この子はなんかすぐに誰とでもしてしまうんやなって思われてしまったら、あ、軽いやなと思われてしまうからあかんし、付き合えへんくっても、あ、この子でやったらそういうことできるんやなと思わせてしまったら、なんかあった気持ちも冷めてしまうし、まあ付き合うとかそういう恋愛にはつながらんくなります。いくら好きでもすぐにそういうことをしてはダメ。その3、付き合う前から彼女面。好きな人の彼女になりたい気持ちが強すぎて、毎日 LINE、 毎日電話、何やったら電話で浮気しやんといてって言ったり、そんな風に彼女面しすぎると自分のこといいなと思うとってくれた男子も引いてしまうかもしれへんから、好きな人を他の女の子に取られたくないっていう気持ちはむちゃくちゃわかるんやけど、まあまだ付き合う前の段階とかやったら、そういうズーズーしいというか、まあおせっかいなのとかはうざがられるだけやから、ちょっと我慢。その4、何かと男の人と張り合う。負けず嫌いなのはいいんやけど、何かと男の子と張り合っていると、そういう女の子は男子から距離を置かれてしまいます。女子が張り合ってくると男子はもっと頑張ろうとかいうふうに思うんやなくて、何こいつって思ってしまうから、張り合って男子を超えてやろうっていう見え見えな態度は出さんようにして、張り合いたいんやとしたらバレやんように張り合ったらええと思います。最後、その後、 SNS が痛い。 SNS に、まあ、彼への気持ちをもうずらずらと綴ったような内容の投稿やったりとか、あとは誰かの悪口、あとは自分なんてあかんわみたいな、そういうネガティブな話とか、あとはもうちょっと一生懸命めちゃくちゃ私パリピですみたいな、いうような投稿、こういう投稿が男子から見て痛いなと思われてしまうから、何やろんな、付き合ったら面倒くさそうやなとか思わせてしまうっていうこと。いやで、SNS 一つで恋愛につながりにくくなってしまうこともあるから、そういう SNS の投稿も気をつけてください。ということで、なんで私には彼氏ができひんの、新しい恋したいけどなかなか出会いがないなと思っている女の子の皆さん、以上の5つに気をつけて素敵な恋愛できたらいいなと思います。はい、ということで、以上かなやん女子会恋愛トークでした。みんなありがとう。はい、ということで、皆様、今日のかなやん女子会恋愛トークいかがだったでしょうか。なんだかかなやん女子会恋愛トークは、男子編がすごく好評みたいなので、また男子編も、載せていきたいと思います。ということで、また
次の動画でお会いしましょう。日々まゆのでした。バイバーイ。